はい、皆さんこんにちは。5月16日ね、土曜日ですね。もうすぐ5時です。私ね、この2日間ね、ずっとね、こうヘビーな原稿会したんですよ。どんな原稿かっていうとね、表題にあるようなね、東京のヴィンテージタワマンに当選確実な住物件とはって、これをね、昨日の午後からね、書き始めてね、シャカ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 って喋る合間に書いて、昨日一日書き終わらへんかったんですよ。うわぁ、時間かかるわぁと思って。ほんでね、10物件でしょ。8物件まで昨日書いてる、ね。今日2物件書いたんですよね。今日2物件書いて、で、まあ10物件でこれでほぼできたんですけど、頭のところの、なんか物言いみたいなのあるんですよ。これこんなこと書きましたね、みたいな。で、最後のところに、また感想、書いた感想みたいなのをちょろっと4、5行書いたりしてね。それで、終わってって、さっきね、ノートにあげました。ほんまに。これね、僕は資産価値レポートで書いてるでしょ。新築マンションの、まあ、資産価値を評価する僕なりのこう、レポートですね。あれをね、新たにワンタイトル作るのとね、同じくらいの手間暇かかった。ですよ。まあ、現地調査に行かんでだけかな。うん、もう全部見た物件ですからね、一回は。で、まあ、写真なし、テキストだけっていうね、ノートのやり方ですけども。というか、僕はそれしかできないんですけど、今のところ。なんとね、16,660字。よう書いたわ、と思って。新書一冊書くのにね、新書一冊の原稿大体9万字ぐらいなんですよ。8万から9万。それの1割以上書いてるんですよね。こんなん10回やったら新書になるやんみたいな話で。ほんまにしようかなっていう。まあでもとりあえずノートですね。それで、いくらにしようかなと思って、最初990円にしようかなと思ったんですけど、かけたね、労力からするとね、ありえへんし、これ多分ね、資産価値レポートのタイトルにしたらね、3000円ぐらいなんですよ。3000もうちょっといっかとかね、3390円とかそんなぐらいの分量なんですね。それを990円っていうわけにいかなと思って、でしゃあないしね、1990円しました。高いやろと言われそうですけど、すみません、ちょっとその他のね、僕のノートの記事に比べたら高いです。安いの300円ですからね。300円の記事はね、わーっと好きなこと書いて、好きなことって書きたいこと書いて、まあまあ5000字ぐらいですね。まあああいうのってね、実は早く書けるんですよ。バーっと書いてくれるわけ。このね、物件について一個一個ね、書いていこうと思ったら調べなあかんでしょ。調べたりする時間もあるんでね、そんなにタラタラタラっと書けないんですよ。僕5000字ぐらいの文章書くんやったら、まあ2時間あったら書けるんですけど、これだからね、2日にわたってね、どうでしょう、5時間もかかってますよ。ほんまに。大して変わらへんやないかって言われそうですけど、あんまそうなんです。書くスピード一緒ですからね、調べてる時間だけかかるということですね。5時間ぐらいかかりました。あ、しんど。ほんまに。ここにこの前やってきたお医者さんがね、医者の時給は1時間ですと言うてはって、僕の時給その半分もあるんかなという感じですけどね、もうちょっと少ないかも分かりませんね。まあいくらどんだけの本数売れるかどうか分かりませんけどね、1990円で、まあね、これ腐らへん話なんですよ、はっきり言うて。ヴィンテージマンションって年代物っていう意味ですよね、直訳は。で、これってね、どういうマンションかというと、タワマンですけども、まあ値段が落ちないだろうと。まあ落ちますよ、これから。はっきり言って、去年がピークですから。去年に比べたら落ちますよ、当たり前ですけど。でも、例えば新築時の販売価格に比べて、非常に落ちが少ないだろうなと。ほんで、いつの時代でも高く評価されるやろうなという物件ですんでね。一番古いので築20年ですね。新しいので築3年ぐらいですけども。でも今後コロナ不況がね、ブワーッとやってきてもね、まあまあ落ちますよ。
落ちるのは落ちるんだけども底堅いという、これは大丈夫やろうという、うん、ほとんどが あれです山手線の内側です。山手線の外側は一物件だけかな、まあこれ大丈夫やろうという、うん、まああのこれはねどっちかというとね、あのくろうとの方がね呼んでいただいてもそれなりに呼んでいただけるんちゃうかなと思います。うん、まあだから全ての人が対象ですね。うん、なんで、まあまあまあそう中身にはねそれなりにいつも通り自信あるんですけど、まあいつかねこの一部をね僕の将来出すである本のね一部にしようかなと。まあその時にはね新書になりますから、まあ高くても1000円ぐらいになるんですけど、まあその前にね先行でねご覧いただけるということで、若干もうちょっとねお値段をいただいてと、というか私もね書いた分の労力のニットを回収せなあかんよってなって、まあそれぐらいできたらええかなと思ってるんですけど、まあ分かりませんね。でさっき申しましたように腐りませんのでね、どう言いましょう、1年先の2年先の使える原稿なんですよこれは実は。この前の買ったらあかん、買わん方がええ住物件、あれも使えますよ。あれも別に腐りませんから2年や3年使えますね。じゃあ4年後どうなんねって言ったら、そこに付け加えるだけだ、それだけの話なんですよ。この4年間にできたしょうもない物件をあっちに言われて、こっちにはこの4年間で、その4年、こっか今からの4年間でできたヴィンテージの候補をまた入れていけばいいだけの話で、加えていけばいいだけの話であって、多分 1,2 物件あるかなっていう、そんな感じですね。なんで内容腐らないんでね、まあまあお読みいただければ、1万660字ってね多分皆さんお読みになるのにそう30分ぐらいかかるんですかね、そんなにかからんかな、20分ぐらいはかかるとは思いますよ。読みやすいようにはね、いつも通り読みやすいように書いてはいますけども、もともとお前タワーマン嫌いだよな、そんな書くねんって言われたら、まあ、好き嫌いかって言われたら嫌いですけどね、はっきり言うて。でも、感情面でね、嫌いやって言っててもしゃあないわけであって、いい物件もあるんですよ、それちゃんと。あ、これええやんって、素晴らしいやんっていういい物件もありますから、そういうのを選んでます。いつもタワーマンのね、批判ばっかりしてるんでね、もう、ダカスのごとく意味嫌ってんやろと思われてるんでしょうけども。まあそれに似たようなところはありますけど、あんななくノートもええやんと思って思ってるところはありますけど、そんな別にね、そこを際立てんでもいいわけであって、別にええもんええやんと、ただその、意味嫌ってるところをね、もっと読みたいというんであれば、私 の限界のタワーマンションという集英社新書をですねお読みいただければよくわかるわけであって、ああいうのを書いてる人間があえて選んだ東京でですね今後ヴィンテージ化するであろう、あるいはもうほぼこれしてんのちゃうのという物件を10個選んで1万660字ほど書かせていただいたというのがこの記事でございまして、そんな別にわざわざ1990円を出さんで読みとうないわっていうのは別に読まなくて全然結構ですよ。読まんのに文句言わんといてくださいね、ほんまに。別に文句言われてもいいんですけどね、全然いいんですけどね。でも時々おかしいやん、そんなもん読まへんのに文句言うてる人がいるっていうの、それをまた見たら楽しいんですけどね。うわこんなアホおるわと思って。まあそれはええんですけど、だからあえてね物件名は出しておりません。そんなネタバレしたら嫌やんということで、なんで、どういう目で選んでんねんって言ったら、もうそれは独断と偏見に違いないですよ。私がこれがええって思うのとかですね、非常に親しい管理組合の理事長さんがいる物件これでって。でもねそれはね客観的に見たらどう考えてもそうなんですよ。もう日本一と言えるあれですね、管理組合の運営をされている方がいらっしゃいますんで、そこの物件を一等最初に挙げておりましたし、で他はね資産価値レポートを作ってるうちに見つけた物件とか、もうこの業界誰でもこれ知ってるやんという物件もありますよ。で、まあマンションの広告をね、もう30年以上、30今年で4年ですか、33年かな、33年作ってきましたんでね、大概のね、この33年の間に市場に供給された有名な物件ってみんな知ってるんですよ。
ね、そんな詳しい知りませんよ僕な。あの気持ちの悪いオタクちゃいますからね。あの大が、ああそれ、ああ見た見た、あれあれね、あれねっていう感じで、でまあ必要なことは調べれば分かるわけであって、全部暗記しとく必要も、ね、ないわけでしょ別に。別に僕そこまでマンション過ぎちゃうしって。まあということでございまして、ノートにですね、東京のヴィンテージタワマンに当選確実な10物件とはというのを挙げてございます。1990円でございますので、読みたいと思った方は読んでください。で今回は クロートの方が、クロートというか、まあ、業者さんですね、不動産業者さんが読んでくださっても、まあ、それなりに、ああそうかいなと言える内容だと言っておきます。はい、一般の方、一般のユーザーさんにとってはまあまあそれなりに、というかお金があるんやけども、そのどのマンションを買うか分からへんやんという富裕層が主なターゲットやと私は思っておりますけどね。はい、というノートの紹介でございました。皆さんどうもありがとうございます。